デカポリスの一ゲラサの円形広場デカポリスは、新約聖書の福音書に登場する、ガリラヤ湖南方のヨルダン川両岸の広大な地域に存在するパレスチナにおける、ギリシアの銃の植民地の町の総称である。銃の町という意味である。銃の町は、ガダラ、カナタ、ゲラサ、スキトポリス、ダマスコ、ディオン、ヒッポス、フィラデルフィア、ペラ、ラファナの町々である。 これらはアレクサンドロス3世の後継者たちによって建てられた。内田マスコだけは北方に離れて一致し、ヘレニズム以前からの古い歴史を持つ。これらの都市は東方におけるギリシア都市としてギリシア語を話す移民の者たちを多く引きつけ、アラム語文化圏の中におけるヘレニズム文化の中心になっていた。またここに挙げられた10都市以外にも多くの ヘレニズム都市がこの地域には散在していた。前63年に、ポンペウスが率いるローマ軍によって、ユダヤ人支配から解放された。また、免税の特権が与えられ、自治通商のために、都市同盟を結んで、シリア総督の支配下に置かれていた。ヨセフスとダイプリニウスの著作や、西暦2世紀のプトレマイオスモデカポリスについて、言及している。 この地方の多くの群衆はイエス・キリストに従い、イエスはこの近くで悪霊を追い出した。イエスは鶴からガリラや湖畔に行く途中に通過した。ありがとうございます。